西南ドイツの大領法ビュルテンベルクによる近隣諸領法の陪審化ドイツの歴史における陪審化とは、神聖ローマ帝国において帝国盗賊を構成していた法権領主などの諸権力が皇帝直属の進化の身分を剥奪されて他の大領主の進化にされた事象を指す。彼らは神聖ローマ皇帝の直進から陪審の身分に転落したことになる。 帝国の最終的な画界が始まる前から大領主たちは近隣の中小規模の領主たちに対する囲い込みを進めており、彼らは次第に主従関係を深めていた。1803年2月25日の帝国代表者会議主要決議により、教会権力の統治権と財産権を没収する世俗化の動きとともに、売信化の動きも大々的に実行されることになった。 フランスに割譲されたライン川左岸の諸地域を治めていた諸公たちは、売信家や世俗家により統治権を失った諸地域を保障として与えられた。同時に45から51の帝国自由都市が売信家され、隣接する諸公領に併合された。アウクスブルク、ニュルンベルク、フランクフルトアムマイン、ブレーメン、ハンブルク及びリューベックの6都市のみが、 権力を制限されつつも、自治都市として生き残った。しかし、アウクスブルクとニュルンベルクは1805年から1806年にかけてバイエルン王国により、陪審化されたため、残り4都市がドイツ連邦の下でも自治権を保った。1803年以前の新生ローマ帝国は、約300の両方に分かれており、帝国の庶民分は、約1400人を数えていたが、 売信家と世俗家により帝国は39の両方国家に整理された。1806年のライン同盟法の制定に伴い、すべての帝国白領とその他の貴族領、騎士領の独立は認められなくなった。1815年のドイツ連邦法もライン、同盟法の規定を引き継ぎ、売信家された諸公たちをシュタンデスヘルとして、彼らを下級裁判権などの特権を持つ国家の、 中間権力として扱った。もっとも、シュタンデスヘルに領主としての所得権の行使が許されたのは1848年革命までであった。陪審化された諸公家は独立を保った諸公家と身分相応の家柄とされ、独立諸公家門との通行は許された。陪審化された諸権力を現在の国際法の世界に当てはめると、 国家とは認められないものの国際連合などにおいて特定の利害を代表する集団に似ている。ありがとうございます。